高須のパーク、人工雪のコースのみです。まだね、で自然雪の場所っていうんですかね、先シーズンは滑れたんですが、今シーズンはどれの程度滑れるかっていうのを、ゲレンデ行ってからも、確認しますが、ゴンドラ乗りながらも確認していこうと思います。ノーカットできますね。でちなみに僕は、高須のパークとダイナランドを中心で、動画をアップしております。チャンネルでございます。昼間の光景が見えてますね。で、あれ、あの四角いの、グレーの四角いの、高須のパークの駐車場です。3000台止まれるうちの、まあ、1500台おるかな、まあ、それぐらいおるかもしれないですね。はい。ということで、まあ、割と混んでます。はい。今日が、12月12日、日曜日です。まだ午前中ですね。もうすぐ昼ですね。で、ダイナランド、動画、滑りながら、撮ってきましたんで、その、今日ね、それも、動画、見てください。はい、今から高須のパークを滑りに行こうと思います。はい、ボートとスキー両方やりますが、今日は混雑してるんでスキーにしました。ガスっとるな、これ。なんじゃこれ。今日の天気予報は午前中が、晴れで、午後から雨で、今日の深夜は雪っていう予報なんだけど、これ何、これ雨か、このこれガスだけか。あー、今度ってガスか。そうかで、明日か、明日晴れだ、曇りだったかな、何だったかな、忘れた。でこの後、ここ滑ってからね、で鷲ヶ岳とホワイトピアも今日寄っていく予定なんで、その動画もアップしますんでご覧ください。だいぶ溶けたね。あ、見えとるな。あー、混んどるね。あー、ダイヤマンノーカットでカミカミでごめんなさいね。高須のパークダイヤモンド、コースだけです。で、動いてるリフトがダイヤモンドクワッドリフトだけです。はい、上で。